最初はね、思いっきり寄せて、この辺爪が入って、右に奥で振る、うん、悪くない。手前を乗って、左に大きく振る。両替通信に行いますか。思ったより振れなかったんで、もう一回行きます。持ち上げながら向こう側に持っていく。両替通信を行いますか。うん、左の角をちょっと手前に出す。両替シーズンに行いますか。はい、ピンクのバーのちょっと手前ぐらいに寄せ気味にして入れます。両方で持ち上げて、ここで落とします。両替シーズンに、はい、ちょっと予想よりかかっちゃったけど、こんな感じ。でもね、1個目はもう大体こんなもんですよ。バッチリ。両替シーズンに行いますか。ここは慎重にね。あ、ちょっと両替シーズン、これはちょっとやや失敗したね。あ、これはまあいいかなってぐらいね。両替シーズン、4手目だけど、実際3手目ぐらいのもんだけど、ね、あ、ちょっとそこが変なこと。両替シーズン、これで入ったね。両替シーズン、もうちょいやね。向こうの奥に切り替えようかね、今回はね。両替シーズンに行いますか。よかった。あれ寄せる、またバーに当たっちゃうかな。入った。両替シーズンに行いますか。手前を攻めます。両替シーズンに行いますか。手前で行きます。あんまり向こうに行き過ぎないようにしたいけど、これぐらいなら大丈夫かなと思ってね。これ3点目でしょ。一番左の角を落としたい。よし、今ならうまくいったね。じゃあ次取っていきたいと思います。最初は寄せて、ちょっと手前だったかな、これ。あー、バーに当たったけど、ちょっと手前を狙いますね。両替シーズンに行いますか。だいぶ動いたね。3手目でうまく止めたい。ゲスト両替シーズンに行いますか。向こう側を狙ってみようかな。両替シーズンに行いますか。うん、そしたら手前の角が外れればいいんで、掴めば。両替シーズンに、もうちょっと深く上がれようかな。左側を押さえて、右側の角を引き上げて落とします。はい、やった。まあ、なんとなくね、取り方はこんな感じでいけそうですよね。じゃあ、どんどん取っていきたいと思います。狙いは一緒ですね。右寄せて、奥、奥でしょ。両替シーズンにお願いします。あまり動かなかったね。もう一回奥狙います。両替シーズンにお願いします。じゃあ今度は手前を、これでハマればいいな。両替シーズンにお願いします。もうちょいだった。両替シーズンにお願いします。うん、どうだ。左手を押さえて、右手を引き上げれば。両替シーズンに。はい。左を押さえて、右手を引き上げて落とす。両替シーズンに。もうちょっと早くできたらいいけどね。千葉鑑定団松戸店でガラポンの景品があるんですけども、その中で銀賞福袋っていうのが当たったんですよね。じゃじゃーん。でなかなかガラポンで福袋の銀賞って出ないんじゃないかと思うんで、何が入ってるのか気になってる人もいるんじゃないかと思うんで、見てみたいと思います。1,2,3,4点ぐらい。これ最後の1個じゃないの、これ。あ、これほら、最後の1個揃った。っていう感じのが1個と、じゃじゃーん。
電池でも USB でも光るコントローラーサインライト、あ、コントローラーの形をしたライト、かわいいですね、うん、じゃーん、夜フォージャー、アーニャ、アーニャ夜なんかのフィギュアです、スパイファミリーの。でもう一個入ってます、これが多分一番目玉商品なんだよ、じゃじゃーん、アリスのカップセット、ちょっと開けてみます、じゃん、あ、かわいい、これは結構嬉しいですね、うん、という4点が入ってました。でもね、ガラポンで外れたらちっちゃいジュースみたいな感じなんでね、それ考えたらこれが当たるのが結構嬉しいですね、という感じでした。